よっしゃ、じゃあ続きいきますよ。はい、今回は私酔っ払っております。酔っ払いながらいきますよ。とりあえず奥行っていいんだよね。いいんだよね。なんだよね。ただこの吊る橋ロープが1回でそのなくなってしまう消耗品なのか、一つ買っとけば半永久的に使えるものなのかっていう、そういうのあるのでね。まあ場合によってもまた買いに戻らなくちゃいけないって感じだけど、まあ多分これおそらくツルハシを使って越えなきゃいけないんでしょうね。まあこの辺だったらなんかジャンプして越えていけそうな気もするけどな。まあそういうツッコミはなしなのか、ダメなのか。じゃあ行こうか。え、これ何、普通に使うでいいのかな。あれ、え、 A ボタンを押してもびくともしないだと。ちょっと待て待て、どうすんのこれ。岩を崩す道具、いやそれは分かってんだけど、え、え、どうすんのこれ。な、誰が装備できるとかってことじゃない、え、じゃないよね。どうすんのこれ。あ、あー、 A ボタン押したら何か。あー、オッケー、よかった。そういうことか。これでツルハシは残ってる。オッケーってことは多分これで半永久的に使えるアイテムだということが、おそらく判明ですよね、多分。ごめんなさい、ちょっと酔っ払ってるから、もしかしたら今日は音量っていうか温泉のね、音量が高いかもしれないけど、今日はね、ハイボール500缶1本と、ストロング2本飲みましてですね、まあまだまだこれからって感じなんですけど、あまりグダグダになる前にちょっと収録始めた次第でございます。もはやグダグダ感があるかもしれませんけどね。いやー、ほんと仕事がだいぶ忙しくてですね、もう飲まなきゃやってられないという感じで、ほんと、よいしょ、 OK。 次はこっち。いまいちまだ慣れないんですけどね、このバトルの仕様になれないんですが、でも楽しいですね、やっぱりね。ブルーリボン、ブルーリボンって何、なんかあの映画の女優賞みたいな、そういうのではない。青いだから、そういうこと聞いて、いや、大体わかるよ、ブルーリボンって青いリボンっていうのはどういう効果があるのかを聞きたいんだよね。あ、ミントさんの装備品ではないと。じゃあクレスは装備できるわけないよね。じゃあクラスも当然装備できるわけはないよね。あれか、アクセサリーかな。あれ、ちょっと待って。アクセサリーかな。あ、違うな。何に使うんだろう。装備品じゃないのか。なんか、でも、いいって出てるよな。アクセサリー系、頭って書いてるし。今現在装備できる人いないってこと？もしかしたらこれから、これ何これ？これから、苦しい。これからもしかしたら仲間になるやつがいるのかもしれない。ライトニングだと FF13 かこれ。ほらほらほら、もう殴るよもう。あちゃ、これどうしたらいいのこれ。これどう？ダメ？回復しちゃったんじゃない？オッケー、ジャンピング切りつけなんちゃら攻撃がこう、ストーム、ス
ストームだと？ルナシーのストーム。あれ？ファーストエイトじゃねえよ、おい。ちょっと、どうすんのこれ、もう。あ、オッケーオッケー。オッケー、飛燕連結マスター、ルーンボトル。ようやく飛燕連結マスターだよね。仲間が魔界の空気に触れて、次々と正気を。え？で？魔界の空気。潜水か、潜水。魔界の穴。そうか、正気に侵されてしまったのか。正気、それでシルフが正気を？じゃあ、正気ね、正気をだよね、正気を。ごめんなさい、酔っ払ってるから読み方間違えた。正気だよね。ここは、ちょっと、ここちょっとあれだよね、ダジャレにかけてみたんだよね。正気って何ですか？魔界の空気のことだ。多分こちらの世界と魔界との間に歪みが、できて、こちらに溢れ出してるんだな。人間は少しくらい吸っても平気だが、精霊はそうはいかない。あ、じゃあ溢れて、漏れ出してるんだな。あ、精霊はそうもいかないんだ。さっきの精霊みたいになってしまうんですね。じゃあその歪みっていうか、穴を塞げばいいんだろう。早速探してみようよ。そうだな。いや、簡単に言ってくれるよな。魔界の穴。これ、潜水がいるパターンじゃないの？潜水。心地よいって、比叡の黒竜博羅って、心地よい。いやいやいや、潜水勘弁よ。S 級だからね。魔界ランクに並べるとね。とはいえ、S 級の中でもさらにその、弱い中のね、S 級だけど、弱い中って、S 級の中でも強い弱いってあるからね。ここでまたセーブポイントがあるけど、どうしようか。一応セーブだけしとこっか、これ。これでじゃあ行こう。よし。なに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 ？なんか、すげえ右に、ぐにゃぐにゃーってしたのに、だけど。あれ何？竜巻？あ、ちょっと待って。魔人剣ちょっと魔人剣当たらない魔人、あ、飛翔連携、いや、飛燕連携だ。魔人剣当たらない、魔人剣くそー、やっぱ飛んでる時当たんねえな。これ、当たらなきゃ習得率上がらないのかな？それとも、打てば打っただけ、習得率上がっていくのかな？どうなんだろうね。ごめんなさいね。今日酔っ払ってるからグダグダ実況なんですけど、あれはかまいたちだ。きっと風の精霊が狂って作り出したんだな。かまいたちどうなの？あ、ダメージは食らうけど、進めるのか。あー、ちょっとこれめんどくさいっすね。これまたちょっと状況いろいろ変わるな。当たんねえ。これ飛んでる敵すげえめんどくせえ。飛んでる敵すげえめんどくせえ、これ。届かない時が多いよ。ちょっと待って。ここ洞窟ある。あと、ちょっといろいろ歩いてみますけど、一応、どこに何があるかっていうのは把握した上でですよ。宝箱。アップル組。これじゃ持てない。じゃあ使おうよ。アップル組。あれなくね？15個が最高なんだ。なるほど。じゃあここも、惜しみなく使っちゃおう。はい、オッケー。こっち、なんか穴、なんかいろいろ行くとこあるけど、待って待って、どう進んでいいかわからない。
ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ、これ。どう進んでいくかわからんって、これ。ちょっと待って、これ。これはシラフでもきついぞ、これ。こんな戦、ま、言ってみればまだ序盤で、しかもまだね、この RPG のこの序盤でこの選択肢をこれだけもらえるなんて、どれだけ僕が幸せなんだ。いや、違う違う、それはいいんだけど、それはどこでもいいんだけども、だって、元をたどればこのダメージ受けてのこの、そっち行けないの？あ、そうなの？あ、じゃあ、セキルートはこっちなのかな？あっち気になってたんだよな。気になってたんだよな。なんか行けそうな感じだったんで、なんかつられ、かまいたちにつられてこっち来ちゃったんだけど、どうなんだろうね。よいしょ。まあじゃあいいや、行くだけ行ってみるか。流されちゃうんだ。あ、これロープつけてとかっていうか、いやー全然わからん、全然わからん。ちょっとあの、これごめんなさい、あのね、今回これ今回これ捨て替えですね。あのちょっと一回シラフで次やった方がいいな、これ。ちょっと待って。じゃあ、ここにロープとか違う。ボタン、あ、こうか。そういうこと。いや、待って。これによってさ、これでロープってさ、あ、まだあるんだ。オッケー。これによっていろいろ選択肢出てきますよ。進む。ちょっと待って。で、だけどこっちも行けるってやつでしょ？ちょっと、どうなのよ、これ。どう進んでいいかわかんない。シルフがいない。やはり正気のせいか。ああ、そっかそっか。なんか条件整えてここに来たら、おそらくシルフが待っててくれてるのかな。そういうこと？多分こっち無理だよね。だよね。強制的にも無理だわ。ちょっと選択肢むず、あの決して難易度的に難しいとは思わないけど、あのなんていうのかな、結構いろんな選択肢を与えてきますな。困ったね。これこ、右行ったらまた同じだから、結局じゃあ下行く？下行こうか。じゃあそうしようか。まあ下行って、まあ何かしら活路を見出しましょうか。よし。ディレイ。なんかスロー的な感じなんじゃないの？ FF でいうスロー的な、あれ？砲術の一つ、敵の移動速度、なんかスロー的な感じなんだよね、多分ね。でも基本ファーストエイドだけ、回復だけでいいんじゃないのって気はするけどな。ガースト。ん？これ魔人剣使おう、魔人剣。めんどくさいから。
はい、魔人剣のね、習得も兼ねて、違う。この、ね、ロングレンジとショートレンジのこの距離感のね、その判別、なんていうの、それが難しいんだよね、線引きが。倒し、この距離だと飛炎連結になる。めんどくさいぞこりゃ。でもだいぶ打ちましたからね、魔人剣 62%。 OK。 これツルハシで壊す、このもうそびえ立つ壁をツルハシで壊すって、これなかなかの作業ですよ、これなかなかのなかなかの業者レベルでの作業ですよ、これ。いいのかな。よいしょ、よいしょ、よし。こっちは、いや、これだから、選択肢が多すぎるって。で、このまだ序盤なのにさ、もう、どうすんのこれ。いや、飛炎連結いらないのよ、もう。もう間合い取るだけ取って、じゃあ魔人剣連打するか。魔人剣消費2で打てるから、もう打てるだけ打って、習得率ちょっともらって、オッケー、じゃあもうあと殴るか。まあ消費少なかったら少なかったで、まだね、それだけ習得率稼げますよね。いや、ガードすんなや、お前。よし、よし、73%、 OK。 あと27回打てば習得。ちょっと待って、こっちで、いや、ロープあるし、ちょっと待って、選択肢が多すぎるって。だからちょっと待って、まだ行けてないとこいっぱいあるから、そこ見てからじゃないといけないっていうね。これ知ってる、一回ね、クリアして一周してる人だったらいいですよ。最短で進むべき道わかるんでしょうけども、これちょっと待って、まだこっち探索してないし、なんもない。だから基本ね、基本ロープレイ好きな人ってやっぱ探索してなんぼだと思うんですよ。だからこのなんていうの、道な、分かれ道が多すぎるとね、ちょっとなかなかちょっと時間かかりますよこれ。よし、こっちはなんか宝箱あるね。まあよくある宝箱でのって感じで、大体このいう宝箱ってクソアイテムみたいなお決まりですよね。いいきこら、よいしょ。まあいいっすね、ファーストエイドたまに打ってくれるぐらいでいいかもね。あんまりちょっと補助系とかの宝術打ってもらえば、ボス戦で、あれだから、スペクタクルズ、あれこれ、なんだっけ、防具だったっけ、違ったっけ、あれなくね、あれ装備品だよね、確かね。あれ違ったっけ、
違ったっけ、スペクタクルーズ、あ違う違う、あれだ、消耗アイテム、あれ違った、あれ、あーだよね、消耗アイテムだよね、そうそう、これ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 、結構ね、なんか説明文、説明書き見る限りだとかなりなんか貴重な感じしますよね。あれでしょ、要はFF の世界でいうライブラみたいな感じ。ただこれがボス戦で効くかどうかってのはわからない、あくまでも雑魚のみなのか、まあボス戦で効くのかどうなのか、最近の新しい FF とかだったら割とライブラとかね、ボス相手に聞いたりとかするんだけど、昔のロープレとかは割とね、雑魚しか聞かなかったりとか、まあこのゲーム自体も昔のロープレだから、あんまりボス戦とかでこの恩恵受けられるかどうかってのはちょっとわからない。むしろ受けられない可能性の方が高いじゃないかと踏んではいるんですが、攻撃当たんねえなこいつ。よいしょ、あれ、待って、こっちこっち行き、あれ当たんねえ。なに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 、何を覚えたの、次から次へと技を覚えてね、ちょっと困る。な、なに、なんていうのこれ、あきあ、なんていうのこれ、秋さざめ、秋さあめ、秋さざめ、ああ、読み方書いてましたね、秋さざめ、はい、無数の連続突きで敵を切り刻む技、一撃の攻撃力が半減される。ああ、これ FF でいうあれかな、乱れ打ちみたいな感じなのかな、一撃のダメージは半減されるけど4回ヒットするみたいな。だとこれ無数の連続突き、これが何回ヒットするかっていうのがよくわからないですよね。まあ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 って感じですね。この扇をとりあえず早く覚えたいっすね。ちょっと頑張りましょう。ちょ、ごめんなさい、今回グダグダでね、全然進めてない、進めてない。このせめてこの洞窟なんとか脱出して、抜けて、だん、洞窟というか谷か、終わりたいんだけど。アンバークローク、ん、カイトシールド、これ装備してんじゃないの、カイトシールド装備してるしね、アンバー装備してるよね。ダメだ、よし行こう。まあ買わなくてもよかったって話か。ちょっと試しに使ってみます、ショートレンジのこれか。あ、そういう感じか、こっちから向かっていくんじゃなくて、来てもらう、向かってくる敵に、え？え？え？またこれ、え？いや、せっかく宝箱見えてたのに、もう。もう、ですよ、これ。まあいいや、しょうが、まあしょうがねえやな、これな。初見、初見だからしょうがねえよな。初見だからっていうことで許してください、これ。もう本当に。どう進んでいいかわからんって、これ。これこっち行ける？あ、行ける。あ、ああ、なんだ、回っていけんのかよ。よいしょ。もうこの辺ガチですから、本当に。もう
絶対カットしませんから、この辺。普通のね、あの、普通、まあ普通って何をもって普通かわかんないけど、あの、大体の、あれですよ。弾かれちゃって、大体のゲーム実況者さん、大体ね、こういうところカットしますから、もはや、あの、身にならない部分はカットしますから、僕はカットしませんけどね。こういう過程もあって、最終的なゴールにたどり着くっていう。あ、無理なのか、これ。絶対弾かれちゃうな。ちょっと待って。戻ってきちゃったけど。どうすんの、これ。ちょっと待って、待って。ちょっと待って、どうすんの？わからんよ。わからん。こっち行けば確実にぶっ飛ばされるし。あれ、やって、これじゃ。これじゃあさ、確実に、あれじゃんね。同じ道辿ってしまうというか。いや、ちょっとわからん。いやー、どうしたらいいんだ？ちょっと待って、やばい、これたらたら、無駄に時間が過ぎてしまうぞ。どっか見落としあるかも。いや、ないよな、これ。いやー、わからんな、これ。いや、わからない。いや、どうしたらいいんだろう。ここでしょ。わかんないっすね。どう進ん、何かしらまだ足りないのかな？アイテムとか、フラグとか。あの街で何かしら仕入れてこなきゃいけないものがあるとかなのかな。とりあえず情報自体はないですよね。なんだったっけ、ロープとツルハシは持ってきてるから。わからん。どっか見落としてる？どっか見落としてるのかな。あれ？ダメだ、いけねえ。わからん。ちょっと待って、じゃあさ、この奥行ってみよう、奥行って、ちょっと、考えてみよう。これは迷宮入りだぞ、これは。困ったなぁ。まあ、敵と戦い続ければ強くなるから、それはそれでいいんだけど、これは返されちゃうよね。
ってことは、こっからの侵入は無理ってことだ。だけど、こっち来ればシルフがいないで終わりでしょ。わからん。どっか見落としてる？何かフラグが足りてない？ちょっとわからない。わからないっすね。マジか。何足りてねえんだろう。当たんねえ。攻撃当たんねえ。わからないな。これだってねえ、一歩踏み出せばこの波に飲まれちゃうし。わからない。何かそのロープ使う場面とかどっか見落としてるかな。わかんねえ。わかんねえ。本当にわかんねえ。オッケー。魔人飛炎脚を使いました。オッケー。試してみたくないですか、これ。どっちでも。じゃあ、魔人飛炎脚、これはロングレンジでないと使えないんだね。魔人剣と飛炎連脚組み合わせた。 OKOKOK。 じゃあこれちょっと行かせてもらいます。待て、消費はいくつ。消費9か。まあそれはいいんだけど、ちょっと待って。どうしよう。ちょっと待って、一回戻るか。どう。ちょっと八方塞がりっすね。ちょっと。いまいちどうしていいかわからないっすな。なんか足りないのかな。早速使ってみましょう。いけ。空振ったよ。ダッサ。しかも何かどう違うのかと思ったけど、普通に魔人剣打った後になんか飛炎連脚なんかやるぐらいの、そのまんまみたいな。ちょっと待って、わからない。ちょっと尺がもうかなりいっぱいになってきたので、一回ここで切りますけど、ちょっとね、もう全く攻撃当たんない。ちょっとどうしたらいいのこれ。ちょっと待って、どうしたらいいの。あのね、どうしていいか本当わからない。困った。
ったなこれ。他行けるところあるか、あの村、村っていうか町、町に行って何かしら情報を仕入れてくるかしてこようか。ちょっとわかんないっす。ごめんなさい。全然公開進んでないんですけど、今回ここまでにしておこうと思います。本当に申し訳ない。下手くそなばかりに、酔っ払ってるばかりに、もうちょっとサクッといくかなと思ったけど、なんかちょっと難解な感じですね。まあ、どっかしら見落としてるとか、もしかしたら簡単な種なのかもわからないですけど、まあとりあえず今回はここまでにしておきたいと思います。本当にご視聴ありがとうございました。次また頑張ります。はい。ご視聴ありがとうございました。